こんにちは、兄です。今日は食玩ウルトラ怪獣名鑑新たなる挑戦編、こちらを見ていきたいと思います。はい、伝説の食玩ウルトラ怪獣名鑑が帰ってきました。いや、嬉しいですね。今回アソート買いしたんですけども、アソートの箱はこんな感じで、ラインナップがずらっと並んでおります。ゴルゴス、 M1 号、ガラモン、セミ人間、ケムール人、まあ、ウルトラ級の怪獣たちですね。ウルトラ怪獣名鑑新たなる挑戦編、まあ、この挑戦うまくいってね、この後怪獣名鑑続いていってほしいですよね。あの怪獣たちが今ウルトラ怪獣名鑑とともに蘇ると。で、開けると、はい、こういった感じで、今回はね、ブラインドパッケージじゃなくて、何が入ってるか全部わかるタイプですね。お値段がね、850円に消費税だったかな。まあ、限りなく1000円に近いお値段なので、ブラインドパッケージはね、ちょっとさすがにきついっていうところでしょうかね。パッケージはこのような感じで、中身に何が入ってるのかすぐわかる仕様になっております。後ろ側ラインナップですね。で、これ一番のゴルゴスなので、一番以外のものが後ろに並んでいると、まあ、入ってるもの以外のものは後ろにね、こう乗っているっていう、そういった作りですね。はい、で、そうだね、とりあえずちょっと今リアルタイムで一個開けてみようか。ガラモン、一番気になるところでしょ。よっと、今回はウルトラ級なので白黒仕様みたいな、カラーリングになっているんだけども、どうでしょうか。よっと、あー、懐かしい感じすごい懐かしい感じ。そして、おー、すごいよ、造形かなりいいんじゃないかな。で、あ、説明の紙、この辺も昔ながらだね。はい、ガムが入っていて、説明の紙はこんな感じで、柄玉、第13話、制作ナンバー27、1966年3月27日放映、まあ、この辺の感じも本当に昔と同じような作りになってるね。弓ヶ谷で発見されたチルソナイトを含む隕石はどこかに向かって奇妙な電波を発し始めた。その電波に導かれるように巨大な隕石が熊谷ダムに落下、湖水を一瞬で蒸発させると隕石怪獣ガラモンが姿を現したと。で、下にいろいろなね、データっていうかメモみたいなのが書いてあって、これもね、すごい楽しいですね。で、後ろ側はチェックリストで、まあ、今回のラインナップが載っているという感じでございます。それでは全部ね、開けて組み立てちゃいましょう。はい、全部組み立て終わりました。いかがでしょうか。いや、やっぱり怪獣名鑑すごいね。めちゃくちゃいいです。おっさんはこれみんな買っちゃうな。じゃあ一個ずつ細かく見ていきましょう。まずは1番、岩石怪獣ゴルゴスです。一周ぐるっと見ていきましょう。ぐる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 っと、素晴らしいですね。ゴルゴスは岩がより集まった怪獣で、背中のこの白い部分、これがコアなんですよね。で、コアが破壊されると動きが止まっちゃうんだけども、あれは死んでるのかな。まあ、元が岩だからね、生きてるとか死んでるとかそういった話ではないのかもしれないですね。あと、鳴き声がゴジラにそっくりっていうか、ゴジラの音声をね、なんか流用してるみたいですね。で、 SOS 富士山というエピソードに登場するんだけど、データカードを見ると第7話ですね、噴火の兆候を見せる富士山、しかし近隣住民の避難は一向に進まず、樹海の野生児タケルにも話が通じない。彼を探しに樹海へ入ったユリコたちは巨大な岩が飛び出すのを目撃すると。次は2番、人工生命 M1 号です。一緒ぐるっと見ていきましょう。ぐる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 っと、頭を抱えた M1 号がケーキの前に立っているっていう、そういった感じのシーンですね。で、ケーキからパイプが伸びているんですけども、これ別パーツなので組み立てるときに折らないように注意してください。で、某芸能人に似ていると話題の M1 号なんですけど、近くで見てみるとどこまで寄れるかな。これぐらいが限界かな。どうでしょう、似てますでしょうか。っていうか、こんなちっちゃいのにすごいよね、塗装が。唇の部分とかしっかりと塗り分けしてるし、あと地味に後ろのケーキもね、かなり細かく塗り分けてますよね。
で、この M1 号は第10話地底超特急西へに登場するんですけども、お話の内容はね、新東京駅より初運転を始めた地底超特急稲妻号、順調な試運転と見えたが、一平が間違えて人工生命体を持ち込んでしまう、制御不能となった地底超特急の運命やいかにということで、まあ、この M1 号のねお顔とかもインパクトあるんですけども、僕が子供の時にすごいあっと思ったのは地底超特急稲妻のかっこよさ、めちゃくちゃかっこいいんですよ、今見てもかっこいいと思うんだよね、うん、であとお話のオチが子供の時と大人の時とでなんかこう印象が変わったっていうか、子供の時はもう何にも考えずに漫画的な見方だよね、ああ宇宙飛んでっちゃったみたいな、そんな感じだったんだけど、大人になって改めて見てみるとなんかすごく深い感じがするというか、これは一体どういうことなんだろうって、すごいあっけらかんにね楽しそうにちゃんちゃんって終わってるんだけど、ちゃんちゃんじゃねえだろうみたいな、そんな感じですごい面白いっていうか、うん、どうなんでしょうね。次は3番、隕石怪獣ガラモンです。ぐる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 とガラ玉から出てきているところなんだけど、ガラ玉すごいよくできてますね。そして背中のジャギジャギしたところ、ここもね結構シャープに作られていて素晴らしいです。まあ誰もが知っている有名怪獣ガラモンだからね、造形する人もすごい気を使いますよね。で前に戻っていて、お顔がね不敵な感じがすごいいいですね。アップで見るとこんな感じです。うん、ガラ玉もね結構細かくこうひびとかが入ってるんですよね。で、さっきも読んだんですけども、ガラモンは第13話ガラ玉に登場で、弓ガダニでいいのかな、で発見されたチルソナイトを含む隕石はどこかに向かって奇妙な電波を発し始めた、その電波に導かれるように巨大な隕石が熊谷ダムに落下、湖水を一瞬で蒸発させると隕石怪獣ガラモンが姿を現したと。ガラモンはねこれはロボットなんだよね。このガラ玉のお話ではそのあんまり恐怖感は感じないっていうか、そんなに怖い感じはしなかったんだけども、この次に登場した時が僕はすごい怖かったですね。あと電波が来なくなると動きを止めて口からなんかこう出すんだよね、それがすごい気持ち悪かったですね。次は4番、宇宙怪人セミ人間です。一周ぐるっと見ていきましょう。ぐる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 っとセミ人間両手を上に上げて立っているんですけども、この後彼はひどい目に遭います。でそうですね、この話の中でセミ人間はほんと一瞬しか登場しなくて、もうこのシーンだけって言ってもいいんじゃないかな。でお顔はねすごい気持ち悪いお顔をしていて、バルタン星人の元になっているとかね、そういう話よく聞きますよね。でお洋服ね、透明な感じなお洋服着ているんだけども、これではちょっと透明感がよくわかんないっていうか、でもね後ろ側はややヌラヌラしていて、こう透明な感じにも見えなくもないので、結構この辺ね頑張って塗装していると思うんですよね、うん、いやでもね顔のこの造形とかすごいよね。で登場しているエピソードは第16話ガラモンの逆襲で、ガラモンの電子頭脳が何者かに盗まれ再び回電波を発し始めた、万丈目たちは移動する回電波を追って群馬方面に向かう、同じ頃東京に複数のガラ玉が飛来し町や港にガラモンが出現、人々を再び恐怖に陥れたということで、まあ先ほどのねガラ玉のお話の続きになってるんですよね。でこのお話はねほんとすごい印象に残ってるっていうか、とにかく街にねガラモンが何体も現れてこう街を破壊していくっていうシーンがねすごいんだよね。見たことない人はこのお話ぜひ見ていただきたいっていうか、まあガラ玉と続けてねガラモンの逆襲見るっていうのは絶対いいと思うので、うん、ウルトラ Q は別にずっとずっと話が続いてってるわけじゃないから、ピンポイントでね、見るの全然ありなんで、まあ、ウルトラマンもそうだけどね、ここだけでもこうポンとね、見たりとかしてもいいんじゃないかなと思います。最後5番、誘拐怪人ケムール人です。一周ぐるっと見ていきましょう。ぐる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 っとケムール人宙に浮いているんですけども、どういうことかっていうと、まあ、この柵からね棒が出ているっていう、そういった作りになっております。でこれはパトカーに追われて走って逃げてるシーンの再現かな。すごいねそのシーンをうまく再現していて、この宙に浮いてるような感じで躍動感あるんですけども、ただねこれこの台座から外して遊ぶことができないっていうね、そ
それがちょっと弱点ですね。他のものは外してね、立たせたりとかできるんですけど、これはちょっと単体ではね、遊べないですね。近くで見るとこういった感じなんだけども、ちょっとね、真っ黒で分かりにくいんだよね。お顔周りとかかなり細かく造形されてますし、あと足とか手の部分のね、しましました感じとかもしっかり塗装されていて、かなりよくできていると思います。で、登場しているエピソードは第19話、2020年の挑戦、相次ぐ人間消失事件、あるものは飛び込み台からジャンプした瞬間に、またあるものは飲み物の入ったコップだけを残して、偶然に事件を撮影したユリコは写真に不気味な液体が映っているのを発見するということで、まあ、すごい有名なお話でね、見たことない人はぜひ見ていただきたいんですけども、何が怖いかって、もうすぐ2020年っていうことだよね。まあ、放送していたのは65、66年だったと思うんだけども、まあ、半世紀先を見据えてね、こう作ったお話で、もう半世紀経ってしまうっていうね、ほんと時の流れは恐ろしいです。はい、食玩ウルトラ怪獣メーカー新たなる挑戦編を見ていったんですけども、いかがだったでしょうか。そうですね、もう怪獣メーカーが復活したっていう、それがすごい嬉しいですね。クオリティに関しては文句なしで最高の出来です。で、気になるのはね、この後このシリーズが続いていくのかっていう、それがすごい気になっていて、まあ、売れれば続いていくと思うんだよね。ただお値段が850円に消費税だったかな、限りなく1000円に近いというところで、ここら辺がまあどうなのかっていうね、そこが気になるんだよね。ただ僕はね、そんなに高いと思っていなくて、アクロさんの KRS35 っていうシリーズの、まあ、ウルトラ怪獣のフィギュアがあって、それがね、造形も塗装もすごい良くて、大きさもメーカーと同じぐらいで、だいたい800いくらとかで売ってるんだよね。だからまあ、そのシリーズと同じぐらいの価格なので、僕は全然気にはならないんだけど、ただ昔の怪獣メーカーの値段をね、そこと比べちゃうと、もうえってなっちゃうから、だからまあ、昔は昔、今は今でね、見なきゃいけないと思うんですよね。で、今回のラインナップも、これもね、あえてウルトラ Q にしたんだと思うんだけども、要はこの価格帯で、このウルトラ Q っていうね、かなりそのマニアックなラインでどれぐらい売れるか、ここである程度採算が取れれば、いわゆる、ね、昭和ウルトラマンのシリーズ出していっても、いけるんじゃないかっていう、そういう判断材料でウルトラ Q を選んだんじゃないかなって気がするんですよね。ウルトラマン好きだっていう人でも、ウルトラ Q は見てないっていう方も若い人にはいると思うんだよね。だからまあ、そこら辺のところでやっぱり今回はね、おじさんが頑張って買い支えなきゃいけないのかなみたいな、そんな気がしていて、僕はもう1セット買おうかどうかちょっと迷っております。でもね、もう1セット買ってもいいなって思えるぐらいよくできているので、気になる人はぜひ手に取っていただきたいですね。おじさんが本当わーっと群がったら、もしかしたらなかなか買えないとかね、そういうことも起きるかもしれないです。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたら、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。